キャンパラナイトー、痛い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 、手ぶつかった手ぶつかった、どうもキャンパスボーイでーす、キャンパルキャンパル、どうもーということで、さあやってきました、はいはい、本日が、9月25火曜日の配信でございます、はい、もう早速一人の方見ていただきましたありがとうございます、今日マイクここについてますからね、あそうなんや、俺ここ喋るんや、いや別に普通に喋ってもいいと思いますけども、はい、まあ極力わざわざあのね下降りるともしかしたらうるさいかもしれないんで極力ここ狙って喋ってください、やっぱこっちやんか、はい、以上ですね、今日はなんとですねこちらアミューズメントバーフラインに来ております、こちら秋田町のところにあるんですけれども、うん、まあ、ただいまなぜここに来ているかと言いますとですね、今田村健二さんと僕たち一緒にですね、まあ、キャンパラナイト、うん、まあ、キャンパラナイト二の次みたいな感じなんですけども、はい、まあ、本当は泡町 TV っていうのがいつもね、うん、やってるんですよここ。あ、それもユーストリームで。ユーストリームで僕よく誘われてまだ来れてなかったんですけども、はい、今日はこれをいい気にコラボでね、うん、泡町 TV とさせてもらおうかなと思いまして、はい、これ秋田町のね多分ビジョンにも映像が流れるんですよこれ。素晴らしい。そうなんですよ、これにね田村健二さん登場ということで、うん、便乗しておりますということでね、はい、もうここもね外なんですよ。あれ家誰か住んでるのかなあれ。もちろん明るいついてる、ね、そして田村健二さんね前回も喋りましたけども、うん、こちら今日はですね、はい、はい、あ、何ですか、ごめんごめんごめん、マジなんだ、僕なんか分からない、以上ですね、こちら、はい、TKF 大祭りということで、はい、はい、はい、こちらにですねのキャンペーンでやってきておりますということで、これ、ね、僕たち20日出ますか、初日、あーなるほど、はい、決定しております、あーそうですね、はい、あ名前ちゃんと書いてるわ、まだないよ俺は決まる前に作られてるからさ、はい、ないですからね、こちら、うん、でもこの初日の方に僕たちもね登場するということで、お願いします、ね、お願いします、来ていただきたい、これのこれの告知で青町 TV に出るということで、はいはい、今もう控室フライの方に来てるんですが、この後また下におりましてですね、うん、配信をしたいなと思います、はい、ということでよいしょ、カメラ戻ってきた、ね、じゃあ極力こっち立ちますか、マイクここやから、はい、まあまあそれでね、今日ここに来てまして、はい、まあ、店内ざっと見てください、こちらフライでございますよ、ね、この部分は誰かがタックルして作ったん、これ、ちゃうよバーンぶち抜いたわけちゃうから、あえてワリオとかそんなんせえへんあえてやな、ね、こちらね、うん、こうもうお客さんね、うん、見覚えのある顔もちらほらいますね、ここまさかここで会うとは思わない方誰やフライングキット市原さんとか貫禄あるわ、あ、ほんまフライだけにフライにフライングキット市原さんおった、こういうことだねまあそれ僕考えてなかった。これ誰か仕込み。ねえ、ということで、うん、徳島のね、じゃあプロレスラーでございますよ。僕プロレスマンですから、よくムーンサルトってね、僕の役やってますので。あ、オーケーベビー。オーケーベビー。オーケーベビー。まあ、ベビー、昨日ありがとうございます。ありがとうございます。配信しております。豪徳寺さんです。パワコンをね、ぜひ見てください。さあ、今からですね、控え室の方でございます。さあ、ベビードールとなってきました。ね、さあ、どうぞ、OK ベビーから入ってみて、 OK ベビードールズ、 OK ベビードールズ、 Ustream 映ってるよ、 Ustream 映ってるよ、 俺ね、変わってる、 ははははは、 OK ベビードールズ、 OK ベビーが、 ヒロシさんが一押しのギャグ、 OK ベビーじゃないです、ややこしいことやって返事が OK ベビーっていうベビードールズです。いや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 、今日はねこちらで配信しているということで、なんとですよ。田村さん、はい。あ、田村さん、ありがとうございます。メンバーです。まあこんなところにね、うちらの言うたらね四国事務所の社員さんいてるんですけども、まさかのねうちの新井がいないんですよ。新井、いや、おらんかった。新井いないですよね、見てないですよね。田村さんと四国放送からずっとうちらったんやけど、今日ついてないらしいですよ。いや、俺四国放送いたらおるんかなと思ったら、はい、おらんかったから。メール僕しましたよ。あ、そうなん、うん、じゃあ今日ついてないってあ、ほんまにっていう話はしたんですよね。あ、そんなもんなんですね。そんなもんかね。いやー、嬉しいですね、こういう感じでね。あ、ちょっと待ってください、ね、
アワコン、アワコン TV ね、やってますよね、ユーストリーム、はい、10月2日です、来てくださいね、はい、お願いします、来ないでもいいです、なんでやねんな、なんでやねんな、じゅんでーす、うまいね、三段落ちをもう教えてるとはうまいなー、ね、演じさせます、やめとき、やめとき、収入が、じゅん知ってる、キャンパスボーイ知ってる、キャンパスボーイ、知らん、なんでや、ほら5時から月曜日見て、お一緒に出てたから、昨日いやいやいや全然こっちの方がその方がものすごい突っ込みやすくて嬉しいです、ありがとうございます、キャンパります笑顔が可愛いわ、ほんまにもうもっと映したいけどちょうど真っ暗になっちゃう真っ暗になったで、アワコンが12月2日昨日も告知しましたけども、あ、真っ暗だった、キャバルオッベビードールズ、ちょっと一瞬か頭から忘れられてた、あ、そうそうそう、かわいいかわいい、キャバルキャバルキャンパル、ありがとう、ごめんね、忙しい時にいやーねー、で田村健二さんがね、はい、田村健二さんが仲いってる中、ベビードールズのね、うん、いやじゃあタムケンさんですよタムケンさんです、タムケンさん行きましょう、どうでしたか、いや今ついたばっかりで、あ、そうなんですか、はい、なるほど、一番最初の仕事はあの田村健さんと一緒に、はい、写真を撮ったっていやでもこちらも田村健なんですけど、そうですよね、ダブル田村健がいますが、もうベビードールズも僕ここ6時過ぎから言ったんですけども、ベビードールズね、もう早くからもうキャンパってましたから、早いですよ、入りすごい早かったですよ、あ、誘導、はい、一緒に、はい、ただしております、お願いします、ということでお願いします、はい、だから俺らはスタッフや、スタッフ以上僕ら誘導スタッフです、スタッフ久々に NSC のバイトします、よしということで今からアワンシ TV に行きます、今から下にありますスタジオノアの方にですね移動したいなと思います、さああちらのVIPルームに田村健二さんがもう準備しております、うん、ね、僕ら準備して以上、僕らも青町 TV 出ますから、はい、あのよかったらね、あの青町 TV も見ながらこっちのキャンパラナイトの裏側の方もね、まだ見え方ちゃいますから見てください、お願いします、これマネージャーおったらお前持ってもらうんやけどね、何をやってんの、何をやってんのもんね、あら呼んでこい今から本当に、僕届きましょうか、いや大丈夫です、すいません、すいません、大丈夫です、もうこっちで、おわええな、お兄ちゃんたちはサインいる、てんてんてん、ありがとうございます、あの子言わんかったけどそう思ってたやろ、いや思ってたよね、いや楽しいですね、さあもうすぐ、まだもう少し、わかりました、あ、はい、お願いします、じゃあ、はい、誘導していきましょう、じゃあ、じゃあ僕らも誘導させてもらいます、今もう配信してます。配信してはい。何人見てんの？まだ始めたばかなんで7人。はい。あ、先に僕誘導していきます。気をつけてください。ライブ中継ですね。今さすごいな。はい。できんねんな。そうです。もう本当に最初5分も喋れなかったんですけど、今はもう4時間喋ります。はい。これもこちらから、ピアノの裏を通るんですかね、はい、ピアノの裏を、あ、後ろを通るということで、僕はもう重大ですよ、重大で、田村さんがうわーってなってるところをやっぱり、はい、ね、そうですね、はいはいいやいやいや本当に、いやいやいや分からないですよ、でもいや何だキャンパスボーイ、僕6時から来てたんですけども、キャンパスボーイでワンやってくれたんで、ちょっと6時からこれ僕いや僕あの早めに入ったんで、ここ6時からちょっとキャンパスボーイは5時から出るから、はい、ものすごい人気らしい、いや嬉しいことに、はい、ちょっとちょっとは知名度が上がってきましたね、OK ですね、5時からは、はい、5時からすごかったね、
安岡アナウンサーやったっけ。そうです、はい、安岡さん。面白かった。なんか、はい、安岡さんが、はい、社交ダンス結構うまいっていう話から。そうなんですよ。はい、スタジオがちょっと凍りついてるから。あれ言ったかな。いや全然大丈夫です。言っていいやん。徳島で1位になるぐらいのレベルですから。いやツイッターで入っとったんよ。はい。自分のことを話したがらないですからね。あ、じゃあ、言うとですね、はい、よく飲みに行くんですけど、言うと踊ってくれます。はい、あ、社交ダンス。いや、ほんまに一瞬、一瞬空気が、え、出すのかなって。多分たまたまだったんだと思います。まあ、見てくれたかな、今日は、はい。あ、でもなんか、お問い合わせあったみたいよ。あ、本当ですか、うん、これは嬉しいですね。あ、気まぐれ。あ、来ました。気まぐれ。ライブで入場します。気まぐれに出るからね。あ、大祭り気まぐれに出ますよ。じゃあ、ありがとうございます。こちらどうぞどうぞ。どれです、こっちから。どうぞ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 。後ろ守ります、後ろ守ります。どうぞどうぞ、行きましょう。あ、前守って、前守って。どうもどうも、スタジオです。すごいな。はい、じゃあちょっと僕らも行きましょう。はい、どうも、あれか、どうも、徳島県に住ます芸人キャンパスボーイでーす。さあ皆さん、知っとる方、知っとる方、あのギャグお願いします。あのギャグを行きましょう、行きましょう、せーの、キャンパスキャンパス。ありがとうございます。一部やわ。あれ、このノリと徳島で一部でした。いや本当にだんだんとね、キャンパスボーイも、はい、知名度を着々と広めてます。ロジカルね、はい、月曜日で撮りますので、知らない方はぜひとも見てください。はい、見てね。はい、今ね、ユーストリームで、ユーストリームやるんですか。はい、そうです。毎日ね、住みます芸人で、はい、配信でな、はい、お願いします。ちょっと待ってください。何番組ですか。これはですね、はい、YNN、徳島県という番組で、はい、でキャンパスボーイがやってますので、はい、キャンパスボーイの徳島でキャンパラナイトと調べていただいたら出てきますので、はい、お願いします。はい、いや何にも、まあ暇つぶしぐらいでちょうどいいと思います。やべえ。まあメインは田村さんですから。メインは田村さんです。俺らはもう付き添いですからね。もういい。俺らは。おお、ああ、遅いよ。遅いよ。俺らのもう2人終わってるよ。画面変わってるし。ありがとうございます。これ。おお。じゃあ。素晴らしい。ということで、はい、関係
ですか、はい、じゃあこの TKF マリンっていうのが詳しく教えてくださいよ。わかりました。すごい、ぬるっとできますね。だってね、ラブケンさん忙しいから、はい、結構決まってるんですよ。どの辺でありがとうございます。そんなこと言わせてください。決まってないですよ。いや、ほら言われてるから。すごい、俺らちょっと来てもらいましょう。おい、楽しんさんの代わりに、ひがさんの心が一つになるように。変えてくれたんですね。はい。アワチ TV ラブ。はい。あのね、ただね、僕の胸文字の一つタブーを犯してるんですよ。はい。あの、下あかんところ、これ、本当に僕がこだわってるところなんですけど、あ、絶対に乳首を使わない。これはもうかなりの邪道です。あら、邪道。何にも嫌になったらこれします。ダメだ、邪道だ。でも大丈夫、正式にやられたら僕困りますから。はい、アマチビラブね、ありがとうございます。楽しむ顔が見てますけど。よく言われる、よく言われるでしょ。大丈夫ですか。あの TV ラブの楽天ラブの方が良かった。あー、なるほど。いや、その全然ダメだし。あー、どれも出しよう。ちょっと出しよう。はい、そうですね。それだってみんなそれ聞くじゃないですか。そうですよ、これね、下村君が20周年を迎えまして、で、それを記念したライブをですね、やらせていただけるということで、で、徳島からもすぐ近い八重島の方でやらせていただけるということで、僕、徳島、親父が出身なんで、そうなんですよ。なると、里村町、あ、里村町で、夏休みとかもう小学校の時の毎年来てましたから、子供の頃の夏休みの思い出って言ったらもう徳島なんですよ。なんで、まあ、第二のふるさとであるこの徳島の方からも皆さん来ていただきたいと、なるほど、いうことで今回淡路TVさんにお邪魔しまして、はい、どうもありがとうございます。メンバーがね、ちょっと僕もね、一応僕が全部、クッキングしたんですけど、はい、まさかこんなに集まるとは、はい、すごいわ。そうです、21日は、はい、私はさんまさん、明日の東京でさんまのまんま、あらら。ただね、最近よくこれが決まってからお仕事をさせてもらうことが多くて、はい、会うたびにね、俺ほんまに行かなあかんのかって聞きます。もしかしたら当日どっか逃げはるんちゃうかなって。いやでも、はい、足乗ってますから。足乗ってますからね、はい、もし来ないから保証問題ですから。あとね、ナインティナインさんと、ああ、だからね、ここの2組っていうのは、はい、吉本の大きなイベントにも出ないんですよ。なんでこれだけ。で、いや、僕が結構無理やりお願いしますというところもありますし、はい、ナインティナインさんは岡村さんは結構ね、そういうライブ出るんですけど、はい、ナインティナインで出るのはないんです。はい、で、それは岡村さんよりも矢部さんがね、うん、結構いろいろこう一筋、筋が通ってまして、はい、出ない、そういうのは出ないみたいなのあるかもしれないですけど、僕、矢部さんにめっちゃ快楽持ってるんで、はい、で、矢部さんから落としにかかったんですよ。ほんならまあまあお前がやるやつは出たるわいうことで、いやいや素敵なんですよ。それが21日、21日、ほんでまあさっき僕入ってくる時に流れましたけど、昨日発表やったんですよ、気まくれん。うわー、気まくれん。さっきの話したんですよ。ありがとうございます。で、かなりチェルズさんも決まりました。はい、で、20日の方はあともう一組ぐらいミュージシャンの方をブッキング誰ですかね。ちなみに今の状況はね、今教えてもらっ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 てみなさん知りたいですか。自分から知りたいですけど、
当に言うたら怒られるんですよ。ここだけの話。いや、ここだけここだけの話で偉い目に遭うことあります。確かに。今のツイッターが何や、ものすごいですから。みんな、みんなやらない。ピーだけ、ピーだけ。みんなやらないって言えるんですか、ずっと。すぐやりますよ。だって俺も信じてるから。大丈夫。もう見上げてる人いっぱいいてますから。彼も本当に言いたいんですけど、あのもうほんまに皆さんがほんまに知ってる人です。それが20日。はい、それが20日に、ブッキング決まりました。どっかで発表すると思います。はい、近いうちに。近いうちですね。ですよね。はい。他にどんな方が来られるんでしょうか。あとはね、あの、みその。みそのはね、これ、あの、ほんまにお姉ちゃんよりみそはうまいと思うんですよ。ミトロが歌ってるとかあんまり皆さん見たことないと思いますけど、A ネーションとかでちょっと歌うんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。かわいいしね、女の子人気ありますよね。はい、だからちょっとね、ミトロのかっこいいところを、はい、ちょっと見てほしいなって思ってて、ミトロはね、もう家族付き合いというか、はい、あの大阪で仕事できたら、あいつホテル取らんと絶対うち泊まりに行きよう。すごい。でもね、肌がどん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 すごい十部長がたまに来ましたから。水戸のお姉ちゃんは来ないですか？あの、コーラスギね。コーラスギはね、なかなか来ないんですよ。やっぱりね。そうですね。多分、BCはモテるんじゃないのかと思いますね。あー、今の僕は一人で寂しくしてるんじゃないかな。あー、そうです。じゃあ、あの、うちの客さんにも鈴木から、
やったらあかんことやったらどうですかね。やっ
たらあかんこと、はい、やったらあかんことは多分他の人やってないんで、はい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 、オンリーワンになる可能性が出てくるんですよ。ただやったらあかんこと誰もやってへんの、ほんまにやったらあかんこともありますからそこの見極めだけちゃんとすれば、いや例えばうちはあのカレー出した時も黒いパッケージにしたんですよ。ほんならそういう業者さんはもう黒なんか絶対来ませんよって、食欲そそらへんし絶対来ませんって言ったんですけど、僕は黒全く他ないから、はい、そういうところに並べられたら目立つと思ったんですよ。はい、ほんならやっぱあの女めっちゃ目立ってあのカレー売れたんですよね。だからそういうタブーを犯すみたいな、はい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 、皆さんしないようなことをやってみて、例えば焼肉屋とか僕あの絨毯でしたいって言ったんですよ、はい、ほんならやっぱり汚れるからあかんって言われたんですけど、はい、でも名古屋にね、うん、そういう絨毯とかソファーで食べる焼肉屋あるんですよ、はい、それめっちゃ流行ってるんです。なんかちょっとなんか、大変ですけど、はい、タブーを犯すっていうのはいいかもしれないです、はいはい、すごいやろ、何したいですか、何かやりたいですか。もうね、一緒にやってるんですか、はい、ダイニングバーをダイニングバーやってみたい。さらに、どこ？この今放送している場所の向かいのビルの6階のところなんですけど、あのソファーあるとこ？あ、行った。行ってんすか？行きました行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。行きました行きました。気がついたと思うんですけど、はい、これみんな店やってるんですよ。全員が、なんかちょっと余裕ありますもんね。そうですね。だからね、非常に勝ちつくんです。どういうことですか。じゃあ続いての質問、アルドさん。まだ俺踏まえてもいいですか。まだある。はい、じゃあ。はい、僕もいつも頑張ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。しーちゃんです。伝説のある鉄板のギャグなんですけども、あ、チャーハンですね。はい。はい、はい、いつぐらいにできたのね。あれね、どれぐらいやろ。息子が5歳やから、今13でしょ。8歳ぐらい、8年前。この息子さんができたと同時に。息子が5歳の時に、ある日、息子が僕のところやってきて、はい、お父さんってお笑い芸人としての武器持ってないよねって言われて、武器って何やねんって言ったら、ギャグがないと。なるほど。だからお父さんはもう一つダメなんやっていうので、はい、で僕考えてから、はい、ちょっとそれあげるわって言われたの。息子が急に。ほんで、僕もね、子供がやるギャグやから、そんな期待もしてへんけど、はい、やってみろやって言うたら、違う。やっと。俺がめちゃめちゃおもろうて。俺神様じゃない。いや、こういや神様。神様の化身来た思って。ほんで、お前これめちゃめちゃおもろいやないか。もうくれるんやったら二度と明日から幼稚園でやんなって。もうやれへん。で、そこまで。そこからもらうようになった。ほんまに。だからね、いまだにあの時のね、チャーには勝てないです。もう可愛いし、おもろいし、ただ僕が目で見ることがあるからって言われて、で、めちゃイケとか出してもらうようになってからも、絶対に一番最初僕、チャーやってたんです。それはもうスタッフの人にお願いして、僕はいい風にやっていただいて、ものすごい盛り上がるんですけど、絶対最後はチャーやりたいんですって言ったら、めちゃイケのスタッフの人も、もう全然やれやれ。あそこのスタッフの人は本当に芸人さんをすっごい大事に扱ってくれるというか、はい、でもそれでずっとやってたらだんだんなんか浸透していったんですよ。はい、いや一番最初やった時はひどかったですよ。梅田花月っていうところでやったんですよ。はい、でしかも今は一番最後にチャーやるんですけど、その時はどうも田村源ですでチャーってやってたんですよ。はい、今度もシッでちょうど梅田花月の上がワタミやったんですけど、はい、ほんまにシーンってしてワタミの店員の名前長の声聞こえた。本当にそれ聞こえたもんだから会長ドーンあれが一番受けましたね。田村の芸人氏が一番受けました。ワタミの名前長ちゃんと本当に教育します。ワタミは、はい
ありがとうございます。はい、これ最後にやると思うんだけど、皆様一緒にやりましょう。じゃあ、一緒をみんなにやるって言うのかな。ちょっと友達さん聞いてるんですか？聞いてるんですか？聞いてないですよね。はい、皆さんバーです。はい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 。実業家の力の割り組みの方教えていただきます。今後の事業展開ですか？はい。ね、もうなんか飲食はしんどいなと思って。そうです。はい。で、ちょっと子供がめちゃめちゃ遊べる施設を作りたいです。あ、そうですか。なんか今子供らって。なんか体使って遊び方とか知らないじゃないですか。で結構親とかも危ないからあかんとか、はい、で例えば野外で、ね、走られへんとか、はい、あってものすごいなんか運動能力も低下してるんですって、はいはい、でだからそういうなんか安全に子供を思いっきり遊べれるような施設を作りたいです。はい、それがなんか淡路島とかにできたらええなと。淡路島ゲストが来てる。ほら今は真面目な話ですけど、はい、そこからちょっとビジネスで考えると、はい、子供が来るってことはそこにお父さんお母さんやったりおじいちゃんおばあちゃんがついてくるじゃないですか。ほんならそこをなんとかビジネスに変えられへんかなって思ったりする。だからその子供の施設の横になんか楽しい大人の施設作るとか。そういうのもできるかなと。いいですね、それは。一石二鳥。ただまあね、あの子供使ってなんやったら、いやらしく感じるじゃないですか。お金儲けになったらね。いや、そこは難しいですね。ただから行政とうまいこと組んでやるとか。プロデュースが。あ、そうそうです。プロデュースが立ってやるとか。そういうのが面白いかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまたもうちょっと聞いていいですか？はい、もうちょっと出ていいですか？はい、じゃあ行きましょう。勢いなくなってきた。勢いがなくなってきた。今、おっさんやから勢いなくなってきた。どうもお疲れ様でした。先日は、よしことまで取材。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はなかなか、おしゃれな方でした。それはどういうことですか？48歳独身なんですか？それは息子のところに来た何かありますやん、金払えみたいないたずらメール、はいはい、あそこの業者に直接電話して思いっきりって言ってました。それだけで、アプリは切れるんですけど、もう一緒にコントの稽古してて、で腹減ったやつほなピザ食おうか言って、で3000円か4000円くらいやったかな、で来たんですよ。で1万円払ったらその子がお釣り忘れとったんですよ。欲しいならそれ以外行こうよ、もう、構え、構え、お前届け、言ってあげたりとか、なんかね、なんかそんなね、ところがすごいなと思うんですよ。まあ、人柄がね、だから、師匠と弟子っていう関係の方っていうのはいらっしゃる？僕ですか？はい、僕はないです、僕は NHG 中に来て、先輩。嫌いを使えるんですか？嫌いやったんは千原のせいですから。大丈夫ですか？めっちゃ嫌いでした。言った。ほんまにある先輩に、はい、相談したんですよ。ほんま嫌ですって言ったら、その先輩がほんなら俺の連れに頼んで拉致したのかって言われて、そういう話じゃないよ。でだけどその当時は千原兄弟さんってドーン言ってて、多分
セリさんも肛門で肩張ってたと思うんですよ、力入って、で怖かったんですけど、で僕東京に一回進出してるんですよ。でその時にもう全然なんかうまいこといかんと、その時にセリさんが毎日飯食ってくれて、ほんでいろいろ話聞いてくれたんですよ。今は大好きです、はい、その当時はもう大嫌いでしたけど、だからね、今も嫌いな人いてないんですよ。はい、だからなんかね、やっぱりでも嫌いな人一人二人、嫌いというか、はい、ちょっとどうやねんと思うのは、はい、七木武さん、ケチなんですよ。わかる、めっちゃケチなんですよ。だからもういや、だからトムスも分かれたんちゃうかなと思いますあのもう一回なってくる、イベント出てましたよね。いかがね、ダダギタケさん、プランナインでね、はいはい、そうなんですよ、読んだらついてくるんですよねもらえるわ。いやいや、もういや、ケチなとこだけ嫌なんですよ。僕の先輩、もう僕の前の先輩ケチな人誰もいてないんで、ちょっとそこだけ直してくれたらもう面白い人ですからね。はい、ありがとうございました。すいません、はい、ちょっと元気のいただいたみんな元気出した、はい、さあ、家で質問したいぞはい、宝のぶり込みたい。いいじゃん、さあ。それでさ、それどうした？誰がいたの？はい。これね、後で。お、修士日本一の。修士日本一。そうですか。あ、あなたですか、修士日本一の人。いや、もう今こっちから。あ、今はい。あ、はい。さっきね、放送中に書いてた。え？なるほど、なるほど。何かな？なんです。お、すごい。焼肉田村と書かせていただきました。焼肉田村や、すごい、何ですか、すげえ、すごいんですけど、先生、炭火焼肉田村って書いてもらえないですかね。炭火焼肉田村、炭火が大事なんですよ。なるほど、焼肉ガスのとこもありますし、あとで炭火も入れれます。大丈夫です、なんとかできます。はい、書きます。あ、欲しい、書きました。ありがとうございます。うわ、めっちゃ嬉しい。うん、おしゃれですね。あ、チャーモ。あの、うちの、ロゴね、うん、店のロゴなんですけど、はい、あれは野生爆弾の川島君が書いてくれたんです。はい、で、習字みたいな感じで書いてくれて、めっちゃ、センスあるんですよ。はい、絵もうまいし、あの、字のうまい人が絵うまいですよね。やっぱバランスなんですかね。そうですね、自分の絵心はないんですけど。絵心ないんですか。ないですよ、ね、文章のバランスがちょっと、いや、でもこの才能はすごいですよね。じゃあ、後ほどスリリアに行く田村で、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあ、始まるよ。ありがとうございます。あ、テリコ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 テリ、うん、この人がこの習字のやつ残しておる。何だこれ、大事なやつ。いや、これキャンパル、いや、関係ない、関係ない、キャンパル関係ない。あ、これやろ、これやろ。あ、なあ、純之介、純之介、純之介、これやろ、これやんな。うわ、いや、うわ、いや、俺もこれなんか汚れてるの思うとって。出ない出ない、その汚れ。ありがとうございました。ごめんなさいよ。ごめんなさい。はい、いいえ、謝ったら許します。あの、このアナバシ TV では彼がやってるコーナーで、はい、ピンクピースって言って、ピンクピース風俗嬢を紹介するコーナー。なんてご機嫌なコーナーやってるんですか。終わったんですよ、今日は。今日は大丈夫ですね。ダイエスト、なんでダイエストなんですか。スペシャルやってくださいよ。え、ということは詳しいってことですよね、そういうのに。ちょろちょろ、はい、ちょろちょろ、ちょろちょろ、もう嘘、バレバレ。ちょろちょろなわけないね。後でまたゆっくり。質問は以上です、ありがとうございます。ありがとうございます。オッケーベビー、すいません、タムケさん、はい、ララダ時代から応援してます。ありがとうございます。
全然いいですけど。わかりました。僕らもいいですかね。ただおしっこチャーじゃないのだけは分かりません。ここに持ってくるんでみんなおしっこチャーやと思ってるんです。違いますから、あのそれだけにはならないようにしていただければ、あとはもう自由にしていただければ、ね、はい、はい、さあこれが行きましょうか。行きましょう。真面目なんですけど、はい、これで締めますよ。これ締めます。はい、はいはい、じゃあ皆さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。徳島関西学園学アワビリリシャー。ありがとうございます。それでは取れました。隙間に。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ほんまか。ありがとうございます。見てくれてる。はい、長谷君、ありがとうございます。今日もありがとうございました。ということで、一旦こちらの配信もですね、バッテリーがもう切れます。